はい、あれからどんぐらい走ったんだろう。100キロぐらい走ったのかな。目的地まではあと1時間20分。小腹が空いたんで、これセブンイレブンで。あ、やべ、垂れた。うわ、最悪だ。新車なのに。うわ、最悪だ。うわー、もうホルモン臭くなっちゃったこれ。あ、これやべえんじゃねえの。結構なんか入っちゃってんじゃねえの。うーわ、最悪だこれ。最悪だぞ。まあしょうがねえか。でこれね、これも買って電子レンジで温めてもらった。いや、もうそれどこじゃねえ。ちょっとくっそ、新車の匂いから一気にこの甘辛ダレの牛ホルモンの匂いになっちゃったよ。マジっすか。でもこれ一応テレスコなんで、こうやってやったらあんまり奥までは行ってなかった。よかった、セーフ。でもすげえいい匂いしてんな。まあいいや、いただきます。これめっちゃ安い。これ230円ぐらいで、これが1個90円だから、いくらだ、340円ぐらい。いいね、安いね。なんかまだ店を全然調べてないから、下手なやつ食って後悔するよりもこんぐらいでいいかな。うん、夜食にしては上出来だ。もう GH5 で撮るともう何でもうまそうっていう、この紙レンズと紙カメラ。やべえな、めっちゃうめえなこれ。340円ならいいよね。